社会福祉施設で感染者集団クラスターが発生しないように感染対策の基本的な方法などを学ぶ研修会が今日県立医科大学で行われました。研修会は新型コロナにより施設の運営を阻害されないよう備えるため開かれたもので、県内の社会福祉施設の職員43人が参加しました。会では県立医科大学感染症センターの笠原圭センター長が社会福祉施設で想定される事例を紹介しました。社会福祉施設は基礎疾患のある高齢者も多く、介助などを通して人と接触する機会が多いためクラスターが発生しやすいとされています。笠原さんは感染者が発生した場合の濃厚接触者の判断方法や汚染区域と清潔区域を明確に区別するなど感染拡大を防ぐ方法を解説しました。特に今コロナがまたどうですか、増えてきておりますので、私たちもまた強い気持ちで接していきたいと思います。いろいろな感染対策っていうのは、徹底するのが難しいなと思いながらなんですけど、施設に帰って皆さんに伝えていければなと思って、出さないようにしていこうかなと思ってます。また笠原さんは社会福祉施設だけでなく今後の感染対策のポイントとしてこのように語りました。今まで1時間に、何分か換気してたっていうのを、もうちょっと例えば時間を長くするとか、1時間に1回だったのを2回にするとかっていうことが普段の感染対策の注意するポイントかなと思います。感染対策っていうのは今まで通り、ただそれをよりきっちりとやっていくっていうことが大事だと思います。